皆様明けましておめでとうございます。漫画愛あふれるコミックシーモアプレゼンツの声優漫画バラエティわちゃわチャンネル MC の福山潤です。そして同じく MC の高橋千明でございます。そして今年最初のゲストはこの方。皆さん明けましておめでとうございます。立花慎之介です。お願いします。えいえい。というわけでございます、新年一発目から我々3人でお送りする大変縁起のいいほのほ配信始めでございますよ。明けおめ。なんか千秋とさ、うん、なんか一緒にこうやって収録できるのっていつも新年一発目だけだよね。あ、そうだっけ。うん、そう、嘘嘘嘘。でも最近さ、去年も新年一発目だよ。うん、でもさ、じゃあ去年は、うん、あのみんなね、あの二次元中継みたいになった。そうだ。お前の後喋りづれーわ。なんでよ。でも今日はね、なんかにぎしい企画やるんでしょ。そうそう、いや新年一発目だから、うん、千秋はねすごくねワクワクすると思うし、で俺と立花っていうところでまたこの企画がね面白いと思う。これはね皆さんが見てね本当に俺らってやっぱ人生自体がエンターテインメントなんだなって思うと思います。そうなの。ということでございまして、今回は新年らしい企画をご用意しておりますので、早速参りましょう。わちゃわちゃ。それでは新年最初の企画はこちら、開運2024年わちゃわちゃ占い。はい、ということでございまして、これより占い師さんを招きまして2024年の運勢をハッピーワンドトークをしていただこうと思うんですが、2024年は私たちはですね、視聴者の皆さんにとってどんな年になるのかと気になりますよね。ということで今回占っていただきますのはビビりますよ、細木和子さんの六星占術の継承者である細木香織先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前できるだけでもうなんかすごい、はい、じゃあ皆さん見てください。今ガチガチに緊張している高橋千秋です。普段見れません。もう幸せが半端ないです。というわけでございまして、細木先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、多分もう多くの方々はご存知だとは思うんですが、改めまして、はい、六星占術の占い方についてお教えいただいてもよろしいでしょうか、はい、皆さん書籍をですね、こちらの書籍を見ていただければ、はい、簡単に調べることができます、はい、まず生年月日さえ分かれば、はい、どなたでもご自身の星人を割り出すということができます。大きく分けて12星人ということに、分かれます。土星人、火星人、水星人、木星人、天王星人、金星人と、まあ、この6つの、星があります。そこにプラスマイナスがあって、まあ、12で、さらにですね、まあ、ちょっと特殊な星回りがありまして、うん、それを踏まえると、24というふうになるんですけれども、うんうんうん、まあ、後ほどね、その特殊な星についてはまたご説明したいなと思います。はい、ありがとうございます。でも、はい、生年月日で調べられちゃうんですね。そうです。へえ、ということで早速我々3人のその生年月日から割り出したその成人をお聞きさせていただいてもよろしいですか。はい、はい、まずですね、はい、福山さんですね、はいはい、福山さんは、うん、火星人プラスの霊合星ということになります。はい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 、ですからこちらがさっき言った少しちょっと特殊な星回りなんですね、はい、いきなりもう特殊なんですね。そこいきなりって大丈夫ですか。じゃあちょっと まずはその、初めての方もいらっしゃると思うので、火星人、はい、そしてまた霊合星、その別個としてどういう形の、はい、特性があるんでしょうか。まあ、火星人の霊合星というのはですね、うん、はい、まあ、要は簡単に言えば、はい、2つの星の、はい、成人性質、うん、また運気というものを持つということになります、うん、はい、ですから、火星人の場合であれば、うん、水星人の性質、はい、またこちらの運気も共に見ないといけない、うん、はいはいはい、ということでやっぱり2つの星がこう入り混じりますから、うんうん、ちょっと複雑なんですね、はい、なんで、まあ、ちょっと旗から見ればちょっと捉えどころのない人だなとか、はい、ちょっと分かりづらい人だなと思われたり、まあ、ちょっとひどければ二重人格だなとか。あ、なるほど。はい、いわゆる今のを総合するとミステリアスで魅力的ってことですね。何ポジティブな解釈してんだよ。バカ、なんでもどんなバリザーをプラスに変えるんだよ。ありがとうございます。いや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 、大丈夫、いきなり面白いの出ちゃったけど。いやいや、ちょっと俺今ちょっとテンション上がってます。もともと変わってる星なんですよ。やっぱりベースにあるのは火星人ですから、うんうん、で火星人っていうのはなかなか人に本心を見せません。簡単に心を開くタイプではないです、はいはいはい、今、まあ、お仕事上見られててね、きっとこう楽しそうにやられてるかもしれませんけど、まあ心の真髄はなかなか、はい、心を許した人しか見せませんね、ほら聞いたか、俺お前らに心許してねえからな。
ちなみにその霊合星というのはどういうものなんでしょうか。今言ったのが火星人の性質ですね、はい、で水星人の性質っていうものも持ち合わせますので、はいはい、まあ、あの水星人っていうのはすごいクールな利己主義、はいはいはい、で、火星人っていうのは、うん、少しちょっとこう天才肌で奇人変人な人が多い、うん、まあ、これが入り混じるわけですよ、はい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 、ですからそういうものが混合するわけですから、はい、なんかこうミステリアスなところもあり、寂しがり屋の部分もあるんだけど、はいはいはい、でも必ず一人でいたい、ちょっと人と離れてたい、奇人変人なところが確かに合ってる、合ってるね、合ってる、ちゃんと俺特性通り生きてんだな、面白い、あ、これ期待が持てますねということで、はい、まあ、多分僕は多分一番分かりやすいタイプだと思いますので、次に立花の方行っていただいてもよろしいでしょうか。立花さんはですね、はい、水星人プラスです、うん、福山さんのサブにある水星人の要素、はい、まあ、これがまるまる水星人、普通の水星人ですから、うん、要はとにかく、自分本位の人、あ大正解そうだね、言い方もうちょっとへこめる、いやでもこれあの見てる人たちに誤解したい、僕が立花って、はい、自分本位というよりも僕人類で初めて見た正しいナルシストだと思うんですはいはい、はい、人に強要しない、あの水星人は特にナルシストの人が多いんですよ、そうなんですか、まあ、ちょっと自分に酔いしれてるっていうパターンの人が多いです、うん、でもだからこそその自信から成功をつかむ人がすごく多いのが水星人の特徴です、ね、なるほど、だってお金大好きだもん、あの損得感情で動くところがあるので、うん、まあ、何かメリット、うん、これがあるかどうかっていうのをすごく重要視します、うんうんうん、福山の会社作ったのもメリットがあるから、お金持ってくるからね、そうだよ、決して人間性でよって融和したわけじゃないからそれは見て取れるな、おいよ大丈夫、2024年はちゃんちゃんてる、いやだから大丈夫、経営で成功する方多いですよ、うん、水星人は、でも2人だからじゃあ相性バッチリってことですか、ブラックシップの相性はですね、ちょっと水と油的なところがありますね、本当にこう密にいるとうまくいかない、でも水星の面も持ってるから、うん、あの分かり合える部分もあると思います、うん、そして互いに頭の切れる部分があるので、うん、一緒にいてこうちょっと面白いとか、はいはいはい、こう刺激し合えるとかいう部分もあると思います、うん、ただこれがずっとべったりっていうのはちょっとうまくいかない、ある程度距離感が大事です、ちょうどいいじゃん、だからプライベート絶対知らないんですよ、僕プライベートで遊びに行こうとか全くないんですよ、その必要になった時だけ会ってちゃんと話しましょうという立場なので、だからいいんだと思います、これが結構深く入り込みすぎちゃうと、うん、あの関係性があんまりうまくいかないじゃないですか、あーなるほどな、俺ちょっと深く入り込む瞬間があるとすれば、立花の娘をパパと呼ばせようと思ってる、絶対させねえが、あの奇人変人なところ、あーちょっと変わってきたところが、立花にあの娘がいるんですけど、娘に何て読ませそうと思ってるのって生まれた時に聞いたら、殿と呼ばせようと思ってるって聞いたんで、そしたらあパパの席が空いたなと思って言ってたよね、ちょっとそういうところがあるっていう、はい、はい、ありがとうございます、じゃあその九段です、はい、占いでいいことを言われたことがね、この九段役はいかがでしょうか、私、はい、高橋さんはですね、はい、土星人マイナスになります、うん、私だけマイナスあのね、ま、そうこれよく言われるんですよ、プラスマイナスどっちがいい悪いあるんですか、はいはい、これはあの決してそんなことありません、はい、あのマイナスが悪いとかっていうことではないです、なるほど、なるほど、はい、なんであの全然自信を持っていただいてもいいんですけれども、はい、とにかく正義感が強い、うん、女性で言えばキャリアウーマンが多いの、ですからあのなかなか結婚できなかったりとか、なんかこう高みを目指す、まだまだここで成功したい、頑張りたい、見て言ってますか、嘘でしょ、なんであのちょっとそうやってですね、仕事とか、そういうものに走ってしまうと根気を逃すっていうパターンの人も土星人多いのは特徴です、千秋もうこの機会だからお前ちょっと聞きたいことないのかよ、ありますよ、私あのまあ先ほどね、根拠を逃すとか、うん、仕事頑張っちゃうとかキャリアを待っておっしゃいましたけど、うん、でもやっぱり私60歳で結婚したいんですよ、うん、ちょっと笑わないでくださいよ、もうなので本当に60歳になって、私今46歳で今年47の年なんですけれども、うん、やっぱりずっと夢を掲げておりまして、うん、あのもう60歳になって結婚したい、うん、で、まあ、いろんなこういう機会がありまして、占いの方とか占っていただく機会があるたんびに無理だと言われてしまうんです、うん、60で結婚するのが、細木先生どうですかね、私晩年、はい、やっぱ難しいですね、いつだったらあの万が一にもそういうチャンスがあってもですね、はい、あのその期間はちょっと継続することが難しい、うん、結婚生活、逆に言ったら50歳入る前にもう結婚をしとかないとだ、あと3年だよ、ちょっと待って、3年もあるよえ
な、それは そのこう なぜですか。この書籍にはないものなんですけど、うん、はい、また別に宿命大作家っていうのがあるんですね。はい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 、まあ、誰にでも20年間入る、うん、そういう時期を指す、うん、これが宿命大作家っていうんですけど、これが高橋さんの場合は50歳から入ってしまうので、うん、そこからだと20年間なんですよ。ちょうど今おっしゃって60歳で結婚したいというのはちょうどその最中にいますから、その途中で結婚とかをするとあまり長く保てなかったり。宿命大作家で20年もあるんですか。そうなんです、うん、えぐくない。通常皆さんが言う大作家っていうのは、うん、必ず、3年間入るものっていうのは、はい、巡ってきます、はい、またそれとは別に根底にある宿命というものなんですね、うん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 、なんでそれが、まあさっき言った、高橋さんの場合は50歳から入られるっていうこと、うん、でも70歳で抜けるんですよね。そうです。70歳にしようじゃあ、うん、そんなに遅らせたいならそれいいやつあともう一個言っとくよ、結婚生活を長く続けたいなら早い方がいいじゃん、ね、70からだったら残りが少ないだろう。そうだよ。でも残りいい思いしたいじゃん。まあ、なかなか家庭を持つってことがやっぱり難しいんですよ、はい、うんうん、ただし持つってことは望んでるタイプの人なんですよね、うん、ですよね、ちゃんと持ちたいんだけど、うん、どうしても自分がやりたいこととか、なるほど、ここまで行きたいっていうのがあると無理なんです、うんうん、はい、最後に会う人、私に会う人はどんな人だと思いますか、細木先生素敵な、素敵な意味、うん、やっぱり、はい、どっちかっていうと素直じゃないタイプですから、うん、はい、だからテレアさんって言ってください。それちゃんと見抜いて、外では強がってるけど自分の前にはだけに見せるそういう弱さとかそういうようなね、素直になったあなたというものをちゃんと見せれる人っていうことを言ってくる勘違い男ばっかりなんですけど、うんうん、男選びが下手なんです。しっかりしてそうで、はい、結局この人だって思うとハマってしまうし、はいはいはい、周りが何言ってやめといた方がいいって言っても聞く耳を持たないみたいな状態になっちゃうのがこの土星人の特徴でもあるんですよ。へえ、意外と純粋な部分があるということでこう走ってしまう。ちょっと300万ぐらい払うんで向こうの方で個別で、ね、今日もう収録なしよ、終わり終わり、わちゃわちゃ。さあ、ここからは細木先生に我々3人の2024年の運気などをお聞かせ願いますでしょうか。はい、はい、分かりました。まず福山さんですね、はい、福山さん火星人プラス霊合星ですから、うん、はい、安定と立夏といって、うん、とても充実した日々を送れる年となると思います。はい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 、やった嬉しい、うん、はい、それはかなり運気的にはいいって感じしていいです。ただし気をつけるのは、うん、はい、翌年から大作家3年間に入ってきますので、はははは、この2024年のうちに、はい、しばし先 の、うん、今後の計画みたいなものをしっかり、うん、練られておいた方がいいと思います。なるほど、わかりました。俺の想像通りですどういや俺自分のこの生きてきた運気が、特に去年、うん、去年俺は早く終わると思ってたの。でその2024年でちゃんと次のところで、うん、そろそろ苦労し始めるだろうから、なんかそこのところの蓄えを失いたなともともと思ってたっていうね、おすげえところなんです、はい、じゃあ続きまして橘の方お願いします、はいはい、橘さんはですね、水星人プラス、2024年は立夏という年になります。まさに橘ですね、うん、はい、あ、本当だ、これはとてもいい運気でして、大事なのは今後の方向性をしっかり決めていかなきゃいけない時期でありますので、しっかり決めること、注意点としてはいいことも悪いことも、ここで決まってしまって先に通じてしまいますので、まあ、あんまりこうちょっと関わらない方がいいなとか、手を出さない方がいいなということ、ここに手を出してしまうと失敗する可能性もあります。なのでしっかりこう自分で、分別をしながら、自分がどん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 チャレンジしていくということ、これは覚えておいていただきたい。なるほど、じゃあ福山との距離はある程度詰めずに、適度な距離を保ちつつ前向きなことを、ね、分かりましたそうだよ、さあそして、はい、一番皆さんが気になっている高橋千秋の2024年の運勢をお願いします、はいはい、高橋さんは土星人マイナスということで、うん、2024年は小作界の賢弱という運気になります、うん、はいはいはい、ここはちょっと体に問題が出やすい時期なんですね、うんうんうん、なので、一旦今まで頑張ってきたことをちょっと小休止する、うん、少しブレイクをする、今までみたいにこう加速して進まないということが、うん、大事です。そして体に影響が出やすい時期ですから、はい、まあ大丈夫だろう、これぐらい大丈夫だろうってことを見逃さず、まあ、スルーせずに、過信しないでいくっていう年ですね。じゃあ健康診断とかはちゃんといく、はい、ちょっと自分が違和感を持った時にはですね、早めに行動していただく。昨年がちょっとおやす、なんかなんていうのかな、心に余裕を持って旅行に行ったりいろいろしちゃってたんですけど、はい、ここなんか今年だったんですねそれ、うん、
そうです、2024年です。間違えた、昨年は何しなきゃいけなかったんです。昨年は、立夏っていう年ですから、今後の方向性をしっかり決めなきゃいけない。何も決めてなかったことごとく悪いこと言われるのはことごとく私は合ってないですね。多分あんまり波に乗れてないんでしょうね、うん、そうなんですよ。ご自身 の, あの運気をしっかりやっぱり把握して動いてもらうことが大事ですから。ちっちゃい頃からそうなんです。これ治んないですか。いや、これはでもやっぱり、はい、あの過去も未来も、ね、見ていけますから、はいはい、この12の周期で回ってきますから、ですから自分がどの運気にいるっていうことをちゃんと把握して計画立てて動かれる方はそのリズムに乗れるわけなので、はい、あのちょっとあのぜひ今年からでもですね運気を確認していただいて。もうお顔がもう半笑い。やっぱり千秋はエンターテイナーなんだと思う。なので細木先生にも、そして視聴者の皆さんにも、この1年と、そして今後の千秋にぜひとも注目していただければ幸いと思います。というわけでございまして、もう短い時間ではございましたけれども、はいはい、本当に細木先生ありがとうございました。ありがとうございました。わちゃわちゃ。さて皆さん、やっぱ占いってなんかすごいよね。ということで2024年最初の配信ということで、改めてこの我々のですね、今年の抱負を聞いていきたいと思います。まずはまあ立花から。そうですね、まあ、うん、あのやっぱ先生の話立夏だったんで、うんうんうん、いやちょうどね、でも本当の話、うん、なんかね、原作を作りたいなっていう衝動がちょうどあったの、うん、それは漫画なのかアニメなのかゲームなのか分かんないけど、うん、根幹を作りたいなと思ったから、うん、それやるよ、うん、だったら今年。じゃあ先生、今年よろしくお願いします。さあ、そして千秋、はい、どうだい。どうしたどうしたどうしたの今の お気持ち方面で見よう。今年はなんか体に気をつけてとかも、動けないし、うん、夢は叶わないしみたいな、うん、どうなの。でも夢が叶ったかどうかはその結果の時だからさ、うん、今それから仕込んでいけるわけじゃない。もう宿命大作家よ、今全力で調べたいよ。じゃあ2024年の抱負は宿命大作家を調べるでいいんだよ。でそれだから異世界転生とかできるんだったら、うん、もう今したい気持ち、そう、ね、そういう誰かとぶつかって入れ替わったり、なんか、うん、何か時空とか歪まないからインスタですげえ修正入れたら時空歪んでるから大丈夫だね。それ毎回やってる、毎日やってるよ。俺はもう、俺も立夏だから、はいはい、結局いろんなものを選んでいくって、俺の中のものとして45の年から先は俺は間違いなく苦労すると思って生きてきたから、うん、そうそう、だからそれの心の下準備は間違いじゃなかろうから、この1年をより大作界を超えた先になんかこういろいろ申請できるように、ちょっと自分を鍛えていきたいと思います。だから俺は、3年後にマッチョキャラになります。今よりもルーレットできるようになるよ。どっちだいって。そうだよ ね, そうだよね、そう3年かけてやったことがそれだけで いつも偉いで頑張ってください。ということで、いつも通りのラリーくらいやっていきたいと思います。ということでございまして、今年もわちゃわちゃな1年にしたいですね。ということで、番組恒例のあのセリフを、新年ですからみんなで、うん、そうだね、それぞれの土星人、水星人、火星人のイメージで、自分各々の思う星人、はい、各々の思う星人ね、わかりました、はい、じゃあいきますよ、せーのでいきますよ、はい、それでは皆さん、今年もせーの、見逃さないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。というわけでございまして、今年もよろしくお願いしますね。お願いします。